はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックでございます。で今日はですね、5月の下旬なんですけれども、こちらサンリオピューロランドにやってきました。で今日は今からですね、サンリオピューロランドのぐでたまランドという施設をご紹介させていただきたいと思います。でぐでたまのですね、ゲームとかフォトスポットとかね、たくさんある場所になります。5月下旬ということ でそのぐでたまランドをですね、最後に見納めにやってきたわけでございます。で今後はキャラグリレジデンスというですね、キャラクターグリーティング中心の施設となります。でもうね、一生見ることのできない場所となりますの で今日は皆様にですね、詳しくご紹介させていただきたいと思います。それでは早速ですね、ぐでたまランドの方に行きましょう。ぐでたまランドでございます。中はですね、空港みたいになっててね、ここで入国審査を受けます。はい、無事ですね、入国することができました。ぐでたまのね、国に来るわけですね。で中にはですね、ゲームとかもできる場所もありますし、あとはフォトスポットがたくさんございます。ではいろいろ見ていきましょうか。ぐでたまランドの中はこんな感じになってます。グーデクレープ、フォトスポットですね。ぐでたまバーガー、かわいいですね。いやー、なくなってしまうのは残念ですね。すごいね、フォトスポットがいっぱいあって楽しかったんですけどね。ゲームもいっぱいありますし。グデボール、ボーリングっぽいやつができます。カフェダリー、かわいいですね。パンケーキもありました。ここに座ってね、写真が撮れるわけですね。腕カラー、写真スタジオみたいな感じですかね。ぐでたま飯店、これがね結構面白いんですよ。でもね、ちょっと難しい。タイミングに合わせて卵割ります。ビューティーグデニック、可愛くなってます。いっぱいフォトスポットがあっていいですね。はい、以上です。で出国審査がありまして終わりって感じですね。
こちらのパスポートを返す形です。カード返すよって言われたので残念ですが返します。はい、ということでグデタマランドでした。残念ながらですね5月31日で終了となります。まあね、やっぱね施設がねなくなっちゃうのは寂しいんですけれども、またね新しいのにどんどん変わっていきますので、またですね次のキャラグリレジデンス楽しみにしていたいと思います。はい、ということで今日はですねこれで終わりにしましょう。もしこの動画参考になったなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それではジョモジでした。ありがとうございました。バイバイ。